朗読アラモードのカイト・ミナミです。今回お送りしますのは、矢ダツセコ作、女心周囲です。会社を営んで、今は隠居の身となった夫と、妻、そして女中のお話です。力を持つ夫が女性を糧にして、ますます活力を増し、 それを黙って見守る妻の複雑な思いが描かれています。では、早速お話を始めましょう。やだつせ小作、女心周囲。1。 常は無駄口の少ない唐沢修徳氏が、どうしたはずみか、この数日来、妙に浮き立って、食事の間もダジャレを飛ばしたりしては、歌人を笑わせたりする。もともと油太りの血色の良い肌絵が、こんな時には磨きをかけたように艶光りして、チートの綾が透けて見える丸っこい鼻の頭には、日差しに明るい縁の障子が、 白く映っているように見える。前歯の綺麗に残っている口を大きく開けて、わっはっはと身をもみながら高笑いをする仕草など、どう見ても古希に近い人とは思われず、この若屋義用を歌人はキーの眼差しで眺めやるのだった。唐沢製功所の社長としての繁忙な地位を、 二年前から娘婿の横行しに譲って、今は気楽な環境の身でありながら、元来動き回ることの好きな将軍が、この老齢になっても収まらず、朝は従前通り九時きっかりに出社して、昼過ぎてから戻ってくる。これという用事が待っているわけではなく、ただ長年の習慣から出社をしてみなくては気が済まないのである。 自動車で送られて社長室へ顔を見せ、新社長の相談に乗ってやったり、電話を取り継いでやったり、それから社内を一巡して自動車で帰ってくる。いわばこの出社は、老人にとっては一種の運動のようなものであった。それがこの頃では今日が乗って工場の方までも見回るという調子である。 そんなにご無理をなすっては、お体に触りましょう。老婦人のいよこが、なだめるようにこういうのを、唐沢氏は大きく手を振って、なはあに、これしきのことを、わしの体はまだおいぼれてやせんぞ、と、みよもんでわっはっはと高笑いをするのだった。唐沢氏がこんなにも上機嫌なのは、珍しいことである。 老婦人のいい子には、それが嬉しいというよりも、何かちぐはぐな不安な感じが先に来る。一体に明るい性分ではあるけれども、身をもんで高笑いをするというようなことは、これまでにないことだった。うちに盛り上がってくる活動力の楽しさが、つい笑いになって込み上げてくるという風である。この変わりようが、 老婦人の心を妙に落ち着かせない。一つには、この頃特に目立つ唐沢氏のいたわり深さということにも、婦人の心はこだわりを持つのである。元から優しい方ではあるけれど、それが近頃は恋にその優しさを誇示しているようなところが見える。出社前の一時を、 庭へ降りて、おもとをいじるなが習わしの唐沢氏は、今朝も屋根のかかったおもと棚の前にしゃがんで、水に示した筆の方で、丹念に葉の間のほこりを払っていたが、ふと縁に立った老婦人の気配に振り返って、どうだね、この入り舟の艶は。自慢げに背を斜めに反らせて、足元のおもと鉢へ眺めいる格好になった。 まあ、そばに来て、わしの手入りぶりを見てごらん。行ったかと思うと、清宮に飛び石を渡ってきて、自分から庭下たを揃えてやり、竜町で足の不自由な老婦人の庭へ降りるのを助けて、手を引いてやりながら、そろそろとおもだなの前へ連れて行く。その夫の手のひらのぬくみに婦人は孫ついて、何度も飛び石につまずいてはよろけた。 そして、唐突なそのいたわり深さから、遠い記憶が静かによみがえってきて、夫人は探るように、なごんだ夫の横顔を見やるのだった。夫が常にも増して優しく、細やかな情愛を見せるような時には、影に必ず女出入りがある。それがこれまでの例であった。そんな折、 恋に見せる優しさというのも、心底から夫人への償いに動かされているというよりは、宝刀で汚れた自分を清めるための、それが罪滅ぼしのようであった。唐沢氏の関心を持つ夫人というのは、主に黒人筋で、それも一頃は柳橋の小赤というのへ入り上げて、おさらい時には踊り衣装の意識を自分で見立て、 京都へあつらえてやるという終身ぶりだった。それが、還暦の祝いを済ませた頃から、だんだんに遊びが収まって、骨董の収集へと心が傾いていった。どこで掘り出したのか、金霊の剥げた、大時代のの仏像を床の間に据えて、いかにも楽しそうに、撫でてみたり、叩いてみたり、 のけぞって堪能するまで眺めている様子には、これまでの惰性から遊びの仕草が繰り返されている。ただ老齢が世間をはばかって、その対象を取り替えたに過ぎないとも見受けられた。おもといじりが済むと、唐沢氏は茶の間にくつろいで、老婦人の立てた抹茶を一服飲んでから、洋服に着替えて、いつものように、 9時10分前に玄関へ降りた。女中のおしもに靴の紐を結ばせながら、式台に膝をついて見送っている老婦人を振り返って、名医はまだ起きんのか、と聞いた。大学の医学部に学んでいる息子の慶太郎をこんな愛称で呼び慣れている。何ですか。 昨夜は遅くまで起きておりましたようで、夫人の取りなしには構いつけない様子で、慶太郎おい慶太郎階段へ向かって大声に呼ばわりながら、握っていた塔のステッキで正急に靴脱ぎ石を叩たたいた。ひどいなあ、お父さん。昨夜は僕、徹夜だったんですよ。 寝巻きの前をかき合わせて、慶太郎が絞りながら降りてきた。いかんいかん。医者が徹夜ぐらいでへこたれてどうする。唐沢氏は、笑みを含んだ顔で大きく怒鳴っておいて、そんな怠けようでは立派な国主になれんぞ。わっはっはと笑いながら玄関を出て行った。頭をかきながら慶太郎は、 いつになく上機嫌な父を、ふに落ちぬ顔で見送っていたが、やがて、廊下続きの応接前、タバコを探しに入っていった。老婦人も続くと、加えたタバコへマッチをすりかけた慶太郎の目が、窓の外へ吸われたように動かない。その目をたどって、婦人が何気なしに外を見やると、何かの忘れ物で、 車庫へでも駆けつけたのか、運転手の姿は見えず、自動車へ片足をかけた唐沢氏が、鏡込むような格好でおしもを引き寄せ、冗談を言いかけているらしい。たもとを口へ当てて、おしもが後ろ向きになって笑いこけると、唐沢氏は眉の開いたいたずらっぽい顔つきで、おしもの尻のあたりをステッキでつっついた。 とっさに、あ、はあ、おしむだったのか、と、夫人は意外な感じに打たれたが、それで、若焼いだ夫のこの頃が読めたような気がした。まあ、お父様は。何気ないふりで言いながら、ふと敬太郎の視線をふさぎ止めたい衝動から、夫人は窓を隠すようにして立った。 その方越しに、慶太郎はなおも物好きなめつきで外を見ていたが、親父も相当なもんだ。一人ごとに言って、母と明るい笑い声を立てた。その慶太郎を夫人は扱いかねたように、しばらくぼんやりと眺めたままである。周知から目をそらすか、っ気になって憤慨するか、 この二つの慶太郎しか来なかった夫人には今の笑い声が思いがけぬことだった。見せたくないものを見せてしまった。そんな気がしきりにする。自分の心の動揺よりも先に来たのはそれを見ている慶太郎の目だった。その目をどこかへ押し隠したい心でうろうろした。あのような父を 啓太郎はなんと見て笑ったのだろう。これまで夫のジ事を啓太郎へだけはひた隠しに隠してきただけに、夫人は今を取り返しのつかぬことに思い、それを見せたのが自分のせいのように恥じいった。ふと夫人は息子の目を防ぎ止めることにっきになっている自分が、実はそれに数けて、 夫を守っているのではなかろうかと疑う。長い間、夫の常時を自分の落ち度にして、人の目を恐れはばかってきた夫人には、今では夫を背にかばうことが一つのしくせになっている。夫に愛情を持っているからというよりは、そうすることが妻の務めだと信じている。子供の頃に、 宝刀の父を扱う母の態度を見覚えているので、それを習おうとする心が、いつか自分をその頃の母に仕立て上げている。けれど、その心を良しとし、それに準じたつもりの自分が、時にお面でも被っているようなよそよそしさで眺められてくる。そして、飲酒にならされた自分の、 これが仮想の一生かと、夫人は暗い思いに閉ざされるのだった。二。おしもが唐沢氏の長を受けていたということは、老婦人のいよ子にとっては全く思いも受けぬことであった。これまで唐沢氏の関わりをつけてきた夫人が、どれもそれものであっただけに。 おしもと気づいた夫人の驚きは大きかった。不意に足元から火が燃え立ったような慌ただしい心になって、おろおろと取り乱している自分に気づく。そのくせ意地悪く澄んだ監視の目がおしもの立ち居を見逃さじと覆っている。十九にしては大ぶりな体つきのおしもは、 ぼってりと盛り上がったちぶさが、かっぽうぎの上からあらわな形を見せて、それが、うつむいて生きぜわしく雑巾がけなどをするたびに、ぶりぶりと揺れて見える。老婦人にはその様が、なんとも言えずいやらしく、動物的なものに感じられる。顔を背け、つばを吐きたいような衝動に駆られる。けれど、 不思議に目だけが、おしもの体を離れようとはせず、知らず知らずに、やつ口から入った手が、しなびた我がちぶさを探り、ほねぼねした我が胸をなでてみる。そして、年には勝てないと、しみじみ自分へ言い聞かせ、諦めさせようとするのだが、目の前の生き生きとしたおしもの体へ視線が行くと、 不意に激しい都心が頭をもたげてきて、それを押し殺そうとする心から、夫人は常よりも穏やかな口調で、ほれ、そこに塵が残っていますよ。もう一度拭き直してください。と、廊下を指さしてみせる。おしもはかしこまって、まるまると肥えた膝頭をついて、大きなちぶさを揺さぶりながら、 熱中して吹きにかかる。そんな動作を繰り返させながら、夫人の眼差しは必要におしもの体を離れない。どこまでこの都心に耐えられるかと、まるで自分を試しているようである。おしもは多分に神経の間伸びたぼんやりもので、ただ主人大事に、 まめまめしく働いているのが鳥江の女であった。おととし世話する人があって、福島財から方向に上がったのだが、土臭い山出しの小娘も、今ではどうやら作法というようなことを一通り身につけて、客の前へ出されても恥をかかないまでになった。ゅうニコニコと笑っているのが癖で、 どんなに忙しく動き回っている時でも、また何かの粗相で叱られている時でも、このニコニコ顔を話したことがない。おしもの顔は年中お祭りを見ているようだね。よくこう言うて、夫人はからかうのだった。せっかく茶の前呼びつけて意見をしている時でも、このニコニコ顔を見ていると、 ものを言う張り合いをなくしてしまう。まるで密語を相手にしているようだと、夫人も釣られて笑ってしまうのだった。おしもはぼんやりだからね、おはるのすることをよーく見習わなければいけないよ。りに触れて夫人はこう言い含めるのだったが、その実、巻みよといえば、 切手を貼り付けた封筒まで添えて差し出すお春のぬかりのなさよりも、四十粗相を繰り返しては無駄骨を折っているおしもの方へ妙に愛情が偏っていく。そして古くからいるお春よりも、夫人の信用はおしもに厚いのだった。その夫人の気心をうすうす感づいているおしもは、 自分にかけられた信用を地に落とすまいとする心から、一層ぼんやりを固うするようになった。このぼんやりが自分の取り絵だと知っている。そして適度の粗相を繰り返す。箸と命じられれば茶碗を。下駄と言いつけられれば草履を揃えておくという風である。このぼんやりが、家人の目には愛嬌に見える。 さわしなどは滑稽な奴だと腹を抱えて笑う時があった。ものを言う時、舌をちょろつかせて甘えるようにするおしもの顔が、いかにも子供子供していて可愛く、ついそれにほだされた夫人は、時折夜春に隠して、こっそりと帯締めだの半襟のような小物をこうてやるのだったが、いつからか、 この内緒事が楽しみになって、買い物といえば、おしもを共に連れて出かけるのが習わしになり、つねぎ類の柄模様を自分から見立ててやって、おしもの肩にかけさせ、目を細めて眺めている様子はいかにも満足げである。このような内緒事は、夫人にとっては一種の道楽のようなものであった。 そのうち、星もは、女中というよりは、娘分に近い扱いを受けるようになって、麻雀テーブルの出るたびに仲間へ加えられる。老年に入ってからの唐沢氏は、暇つぶしにこんな遊びを始めるようになって、老婦人に慶太郎も、その都度お相手を言いつかる。そんな座が重なるにつれて、 老婦人は一層おしもを短いものに思うて、足の不自由なのを口実に夫の世話を任せるようになる。夜分早くに寝室に入った唐沢氏が、おしもに頭を揉ませているのにも、格別疑いを挟まなかったし、まして古書を探しに唐沢氏がおしもを連れて蔵へ入るのは、婦人にとっては普通事であった。 夫に信頼を置く。そんな気持ちよりも、天からおしもを子供扱いにしているので、疑いの心が起こってこないのだった。それだけに、夫人は今度のことを自分の落ち度に思うのである。子供だと気を許して暗記に構えていた自分へ腹が立つ。そして、舌をちょろつかせて物を言う甘えようや、 死中ニコニコと笑っている、このあどけない顔が、夫を誘惑する手だったのかと、夫人は今、獣区のおしもに死中ど島のテレン手管を見た気がする。この日、慶太郎が学校へ出かけて間もなく、痛む足を日向で揉んでいた老婦人のもとへ、竹早町の横から電話がかかってきた。 姉娘のその子の嫁いだ先である。お春に代わって聞かせると、その子の声で、これから伺ってもよいかという。宣告からその子を呼び寄せたい衝動で騒ぎ立っていた夫人の心は、この言葉を聞いて、急に潤されたような落ち着きを取り戻した。そして、もう訴えている自分の姿が目の前にちらつき、 涙がこみ上げてくる。お春を呼んで、普段は使っていない離れの茶室へ火を入れさせた。今日は女中たちを遠ざけて、その子と相談しなければならない改まった心構えである。茶家の類も、その子が見えない前から運ばせておいた。やがて、内玄関に気配がすると、 老婦人はいつものように出迎えには出ず、先に離れへ入って待った。今年六つになる末の女の子を連れて、その子が入ってきた。お母様、お茶を立ててくださるの珍しそうな顔で炉端へ座って。今日はね、この子のお誕生日なので、五目をこしらえましたの。 お母様お好きのようでしたから。言いながら膝の上に置いた重箱の蓋を取ってみせた。それはまあごちそうさまだこと。このおばあちゃまはうっかりお祝いを忘れていましたね。ごめんなさいよ。老婦人は孫の頭を撫でてわびた。そこへおしもがニコニコした顔で入ってきて。 お待たせいたしました。と言って、盆栄のせた小皿を差し出した。火いつけもしないのに、何でもってくるのです。突然、老婦人は険しい小姉で叱りつけた。叱られることには慣れているおしもも、今日の主人の物言いには、いつもと異なった、容赦のならぬ厳しさを感じて、おじけ立つのだが、 手をついてかしこまっているその顔が、癖のニコニコと笑っているのには気がつかない。この笑顔が老婦人の勘に触った。なめられているような侮辱感から身内が熱してきた。お下がり静かに言ったつもりであったが、引きつけたように声が震えていた。その子は、思いがけぬ激しい景色の母を見て、 あっけに取られていた。おしもが下がると、お母様、と小さく呼んで伺うように、小皿を持ってくるように言って、おしもへは私が言いつけましたの。その子は小皿の乗っている盆を引き寄せて、しょうのない子ねえ、お箸を忘れているわ、と笑った。そして、 その笑い顔を崩さずに母へ向けて、あの子、また何か粗相でもいたしましたのと静かに通った。炉の灰をかき鳴らしていた老婦人は顔を上げてちょっと微笑んだ。そして何故ともなく目を逸らして、あれの粗相は毎度のことです。とため息混じりに言った、 粗相にしては大きな粗相をおしでかしたものだと今度のことを思うのである。あれにも困りました。言いかけて婦人は口をつむんだ。宣告からその子の膝へ持たれてキャラメルをむいて遊んでいた女の子が今の騒ぎですっかり飴を忘れて物珍しそうな目つきで老婦人を見つめている。 その小さい目が妙に気にかかって、言い出しにくくなる。そしてあやすように、たまえさん、春やとお庭へ行ってごらんなさい。日ごいが大変に大きくなりましたよ。声をかけると、いやっとかぶりを振って、いっそうその子の膝へしがみつくようにする。この子は少し風けのようですから、 おうちの方がいいのね。さあ、こうやっておとなしくしていらっしゃい。その子は子供の上へ鏡込んで、たもとを着せかけた。子供のいるということが妙に話を食い止めてしまう。老婦人は踏み出しのつかぬ気持ちでじれていたが、おしものことで、 この間から相談をしてみたいと思っていたけれど、あの子ももうお年頃ですからね、どこか気なところへ嫁にやりたいと思うって、話がいつか逸れていった。急には心当たりもないけど、会社の人でどなたかいないかしら、横にも話して心がけさせておきますわ。 そうしていただけば、私も暗記ですよ。あれは少々ぼんやりだけれど、まあ、気立ては良い方ですからね。それを言いながら、老婦人は自分の口を何やらよそ者に感じた。三。その子の持ってきた五目を開いて、 遅い昼食を済ませたところへ、唐沢氏が帰ってきた。小刻みな清潔な足取りで離れへ入ってきて、どうも今日は眉がかゆうて、人客が来よると思っとったが、坊主だったのか。大きな手のひらで孫のおかっぱをかき回すような具合になでていたが、食卓の上の五目寿司を見つけると、 指で一つまみ口へ放り込んでおいて。さあ、坊主、おじい様のお部屋へ行こう。腰をかがめて、自分も子供の背丈になり、手をつなぎ合って、ちょこちょこと廊下をかけていく。いかにも高校や善とした格好であった。お父様、お元気そうだこと。廊下へ首をかしげて見送っていたその子が、一人ごとに、 この頃は余計お元気でね。老婦人が苦笑した。本当にね。お父様この頃は工場の方もおまわりですって横から聞いたんですけど、なかなかお目が届くから、職工の働きが違うそうですわ。体操能率が上がるそうで、旅行なんかとても叶なわないって言っていますわ。その話に、 老婦人は素直にうなずいた。そして夫の活動力を尊敬する心が、ふとそれにつながるおしもの存在を必要なものに考える。何人の妻がこの錯覚に陥ることだろう。夫の活動力の源泉をおしもに見ることによって、おしもの存在が許される。 目かけというものの存在理由も、一つには、妻のこうした定款的な態度につながっている場合が多い。子供の頃の夫人は、母のこうした姿のみを眺めて暮らしてきた。父は、うごでも名だたる酒の醸造元で、今でも名刺と折り紙をつけられている、鶴亀、バンダイなど、 この父の苦心の賜物であった。生来、活動的にできている体が、朝は明けきらぬうちから酒蔵へ入って、当時を励ましたり、酒桶を見回ったり、蔵出し時には妊婦に混じって荷造りをしたり、番頭の蝶漬けを手伝ったりして、一時も休むことなく働き詰めるという風だった。この父に、 たった一つ、承託なしでは済まされぬという困った癖があって、それも二三軒を見回り歩くのが習わしになっていて、本宅ではほとんど寝泊まりをするということがない。母や姉たちと母屋に住み慣れているいよ子は、めったに酒蔵や店を覗くということがないので、常の日は父を見かけることがなかった。 正月とか何かの儀式のあるような時にだけ父は家に戻っている。未だに町人曲げを頭から離さぬ父は、言い上げたばかりの瓶の張ったつやつやしい髪がいかにも美しくて、紋服に袴をつけた滑服の良い姿は、大家の旦那善とした貫禄を示していた。 そんな清掃の父しか記憶に残っていない幼いイヨコは、父というものは、いつも文福に袴をつけているものと決めていた。だから、ごくたまに、平服の父を思いで見かけたりするときは、それをすぐには父だとは信じかねた。何かよその人を見るような感じで、それでいて、妙な懐かしさから、 父が川屋へ立つのにも一緒にくっついていった。夜分は母に抱かれて休むのが習慣になっているいよ子は、よく母の忍び泣きに覚まされて、自分もまた声をあげて泣くことがたびたびであった。さあ、いい子だから泣くのではありませんよ。母さんが悪かったこと。 箱枕に額を伏せて泣いていた母は袖口でこっそりと目を拭くと起き直っていよ子を抱き上げるのだった母のまぶたは腫れぼったくなっていて薄暗い暗闘の光にほつれた髪が額に寂しい影を作っていたその顔から少女の敏感さでいよ子には母の泣くわけが うすらわかる気がした。母さん。呼びかけて、いよは無性に悲しく、母の胸に顔を押しつけて、しくしくと泣き続けるのだった。ただわけもなく、文腹姿の父を、悪い人だと思った。そして、母の膝に揺すぶられながら、泣きじゃくっていた顔が、おたばこ本に言うた。 小さな頭をカクンと仰向けて、かすかな寝息を立て始めるのだった。ある日のこと、番頭相手に母がこんな風に言っているのをいよこは聞いたことがあった。旦那の身を案じて、ご意見を申し上げようと言うてくださるお前さんの心はよくわかりますが、 これは少し早まったことかと思います。旦那の宝刀はお仕事を励ますためのもので、決してただの遊びとは考えられません。いわばあの宝刀がお店を繁盛させているわけですから、そのおためをよく考えてあげてください。頼みます。流行る番頭へ、 母は手をついてわびいるような様子であった。人前では父の飛行をあくまでもかばい立てるというのが母の常である。その飛行を自分の罪にして引け目な思いで暮らしている。いよこの見てきた母は一生をこうして暗くした思いで終わったのだ。 その母を今年老いたいよ子は自分のうちに見るのである。母を不憫にとおしむ気持ちが自然自分へも注がれる。けれど、この気持ちの中には何やら歯がゆいような憤き道ろしい感情が含まれている。そしてこれを払い落とそうとする心が知らず知らずに自分のうちから 母を追い立てているのだった。同じ遊びをするというても、父の場合は、小宅を泊まり歩くのが習わしであったが、唐沢氏は、小宅を作るということをせず、気に入りの芸者へ来るという風である。俺はお茶や遊びをするが、苦労と相手じゃ、お前も焼くわけにはいかんだろう。時より、 冗談めかしく、唐沢氏はこんなことを言う。その興奮には、嫉妬を起こしてもらっちゃ、こちらが迷惑をするからなぁと、暗に夫人をたしなめておいて、その心に釘を一本ぶち込んでいるようなところがある。俺の遊びは仕事の一つだ。四十こりを聞かされている夫人にとっては、この遊びの相手へ、 途上を抱くということは、いわば、夫の仕事へ途上を抱くと同じようなものである。そして、この夫の仕事が、妻のあらゆる干渉を食い止める。けれど一方、仕事の圏内では天下御免の夫が、誰にもはばからず、濃濃と遊んでいられる。ただ夫人へのギリめいた心から、唐沢氏は、 息子を夫人へあてがっておく。若い頃からリウマチに苦しんでいる夫人を見慣れているので、口癖のように、お前は病弱だからなぁという。それを耳にするたびに、夫人はきめな思いをする。自分は病弱なのだから、夫に外で遊ばれてもしようがないと諦める。 慶太郎は一つ医者に仕立てて、お前を見取らせることにしよう。物さしくこうも言うてくれる。そのいたわりが、夫人にはこの上なく嬉しいのだ。そして、そのいたわりにほだされた夫人の心は、いつか夫の宝刀を多めに見るようにならされてくる。 やがて、そのいたわりで宝刀が棒引きされ、優しい言葉を聞かされるたびに、すべてを忘れて感謝の念に至るのだった。もともと成功上引き継がせたい志子の慶太郎を、医術の道へ進ませるということは、唐沢氏にとっては相当の決断力を必要とすることだった。けれど、 唐沢氏自身よりも、当の慶太郎がこの話に大乗り気になって、高等学校の受験科目は勝手に理科おつを選び、大学へも理科へ進んでしまった。元から手先のことは器用だったし、七つ八つの頃から昆虫の採集に熱中するような子供だったので、唐沢氏も諦めてしまったのか、 娘婿の横押しを起用することになった。慶太郎をあてがわれた夫人は、夫の遊びがさほど答えなくなった。学校の休暇を利用して、母子の者はよく連れ立って温泉巡りをする。暖かい片瀬の別荘で一冬を過ごすこともある。元来母親びいきの慶太郎は、 医学生らしい細かい心配りをして、母を病人とよりは子供のようにして世話を焼く。冷え込みで商用の近い母が、夜分川合を切るたびに肩を貸してやり、自分もついでに用を足しておく。それが癖になって、この頃では母が起きないで済む晩でも自分だけ目が覚めて用を足しに行く。 うちにいるときも母の体だけは人手に任されぬ気がして夜中に何度も二階の自分の部屋から覗きに降りてみるそしてせっかく熟睡している母を無理に起こしてわ屋へ同行を敷いたりした母子のものが留守がちなのでその家事を託する人が必要になって夫人の登園から おつねさんという中土島のご家さんを呼んだことがあった。お張り出し者の上に炊事のこともなかなか行き届いていて、家人はおつねさんを重宝がるのだった。五、六年前のことだった。夏休みを利用して片瀬の別荘へ行っていた母子の者が、予定よりも二、三日早めに家へ戻ると、 珍しく、大玄関に唐沢氏の靴が脱いである。夜分はうちにいることのなかったこの頃の唐沢氏だったので、夫人は意外な感じに打たれた。一つには、いつも走り出迎えてくれる女中たちや、お常さんの姿が見えないことだった。慶太郎が、おい、おい、と呼ばわりながら、 女中部屋から座敷の方まで見て歩いた。離れの方で物音がして、お常さんが出てきた。お帰り遊ばせ。丁寧にこうおじ儀をする、その串目の入ったばかりの頭へ、夫人の目が行った。その目が静かに離れの方を見合った。唐沢氏が半身を表して、 ちょうど良いところへ帰った。おつねさんに茶を所申しとるところでね。慌ただしい小ねだった。婦人が黙っていると追いすがるような手振りをして。どうだ、お前たちも一服地層にならんかね。笑顔で誘いかけた。素人は、 あとがうるさいことになるからまっぴらだと言い慣れていた唐沢氏が、その建前を崩して、素人へ関わりをつけている。金で自由になるという苦労との世界を遠遠いものに考えて、これまで土壌を諦めていた婦人は、お常さんを前にして、不意に胸のうずくような嫉妬を感じた。女中たちは、 不思議に声だけはいつもの穏やかさで尋ねられた。はい、旦那様のお言いつけで活動をせに出しました。おつねさんは節目になったまま答えた。お支度をして、あなたも見物においでなさい。言い残して、夫人は青じろんだ顔を引き締め、聞かない片足を引いて静かに離れへ 忘れていたその時の途上が今老婦人のうちに頭をもたげてくるのである。おつねさんへ抱いたと同じ感情がおしもへ向かっていく。ただあの時に比べて今の方がはぜるような気力でおしもを見ているのが自分ながら不思議なことであった。 11月もまだ初旬だというのに、この朝夕は肌身を刺すような寒気が続いて、葉を落とした瀬戸の柿の木には赤くうれた実がうっすらと霜をかぶって、四つ五つ寒風に揺れている。茶の間にはもう掘りごたつがしつらえられて、老婦人はここを自分の居場所と決めて痛む足を温めている。 こんなに寒くなっては体に応えるだろうな。どうだ、名誉を連れてしばらく片瀬へ行ってみたら。こたつを離れぬ夫人を見かねてか、唐沢氏はいつもの優しい口調でこんな風に勧めるのだった。その言葉を今の夫人は以前のように素直な心で受け取ることができない。 夫とおしもを残しては、うちを開けられぬと警戒する気もするからであった。朝、外出の支度をさせるのに、おしもをわざわざ奥の居間へ呼ぶのも、ふざけるためかと疑い、夜分寝室で頭をもませているのさえ不安な思いで、時折お春を覗かせにやる。そんな自分の思い回しを不快に思いながらも、 悪い想像に心が蝕まれていくのをどうすることもできない。そして、いつに変わらぬニコニコ顔のおしもを見ていると、挑みかけられているような気がしてきて、身内がカッカと熱し、ふと自分もまた小娘の感情に帰って、むき出しに挑みかけているのに気づく。そんな時には一時、足の痛みも忘れられ、 不思議に健康感が来て、久しぶりにこたつを離れ、杖に頼って庭を歩いてみたりする。まるで、激しい土壌がやみやつれた婦人の肉体を蘇らせていくようなものである。こんなことが続いて、老婦人は少しずつ活気を取り戻してきた。勝手口へ降りて、 自分から御用聞きへ注文を言うたり、うちの中を見回って掃除の不行き届きな点を注意する。これまでのしきたりから、夫人の身の回りのことは、おしもが務めることになっているので、日に何度となく顔を合わせる。こんな子供っぽい顔をしているくせに、よくも悪さができるものだと、いくらしく思う。 恩をあだで返すような女だと思う。そう思うたびに、老婦人は気力の弾みを感じる。これが妙に楽しいので、おしもを見ては一人でに興奮するようになる。土壌をかきたててみる。そして愛情でつながっていた以前よりも、今は憎悪と土壌からおしもの存在と離れがたいものになってくる。 ある夜のこと、老夫婦がこたつに温まりながら、ラジオの長唄を聴いているところへ、慶太郎が降りてきて、今夜はお揃いだから、久しぶりで麻雀でもしましょうか、と誘いかけた。唐沢氏も乗り気になって、早速おしもを呼んで支度をさせた。こたつを離れては、夫人が辛かろうといたわった。 マージャンタを櫓の上へ乗せるようにと指図をするのである。やがて支度が整うと座席が決められた。唐沢氏の右隣がおしも、それから夫人に慶太郎という順である。おしもはいつものニコニコした顔でパイを取り、忘れたり順序を間違えたりする。その度に、 唐沢氏は大笑いして、代わってパイを取ってやったり、目くばせで順を教えたりする。それを見ている慶太郎は、物好きな目つきで、ちょいちょいと老婦人の方を見やる。母にそれを知らせてやりたい、いたずらっぽい心からである。老婦人には、その息子の眼差しが気になった。あの子と会って以来、 圭太郎のおしもを見る眼差しが変わってきていると気づく。これまで女中としてしか見ていなかったその目が、急に女としてのおしもを興味深く眺めてきたとも思われる。このごろ用もないのに、圭太郎が女中部屋を覗き込んで、おしもをからかっているのを見かけることがある。おしもの方でも、そんなことが嬉しいらしく。 キャッキャと恋を立てて笑いこけている。そんな時には、唐沢氏を警戒する心が、同時に、慶太郎へも向けられて、目放しのならぬ思いをする。今では、慶太郎をただ一つの希望にして、生きがいを感じてきた老婦人は、それだけに、慶太郎のうちに夫を見た時には、動揺した。もしかしたら、 慶太郎は自分と結ばれているよりは、より根深く、夫と結ばれていはしないか。そんな気がしきりにする。そして、この不死をおしもに任せては、寸時も家を開けられぬと用心する。夫や息子を女中に任せて、暗記に外出のできる主婦は、世に何人いるだろうかと、そのことにも夫人の思いは及ぶのだ。 唐沢氏の座席からは少し首を伸ばせばおしもの並べたパイが一目で眺められる。おしもに必要なパイを唐沢氏が心して投げてやっている。老婦人はそのことに宣告から気づいていた。その唐沢氏のおかげでおしもは二度も上がっている。慶太郎はその度に目を丸くして、 今夜はおしものあたりだね。おごれおごれ。と、ふざけかかった。あら、いやでございますよ、おぼっちゃまは。おしもは大げさに手を振って、キャッキャと笑いこけた。ほら、またおぼっちゃまが出た。けいたろうが、脅かすつもりの大声をあげると、腹を抱えて笑っていたさ沢氏が、けいたろうをつっついて、 お坊ちゃまの番だよ、と教えた。普段は、慶太郎様と呼び慣れているのに、こうした砕けた座では、きっとこのお坊ちゃまが出る。まるで、おどけにわざと出すようなものである。夫人にはそれが不愉快だったけれど、唐沢氏や慶太郎には、たまらなく愛嬌に聞こえるらしかった。 ペ風の時、夫人の手は珍しく上手美で、リャンマン一枚を待って上がりである。夫人はその一枚を心躍らせて待った。二度も上がったおしもへ挑みかけるような気持ちである。その待ちかねていたリャンマンを唐沢氏が捨てた。ポンと叫んで手を出しかけた時、横からおしもの手が伸びてパイを押さえた。 おしものほうが先だね。からさわしが言った。おしものほうが早かったよ。そして、パイをおしものほうへ押しあった。ふいに老婦人が座を立った。あんまりです。言うたかと思うと、おえつをあげながら、不自由な足を引きずって部屋を走り出た。お母さん、どうしたんですお母さん。 慶太郎がおった。老婦人は旅裸足のまま庭へ降りたところであった。五。そんなことが慶太郎から横の方へも漏れて、おしもの縁談が急にはかどってきた。面倒なことにならぬうちにと、その子は一人で気を揉むのである。 毎日その子からその話を聞かされる予尾氏も、つい吉本のことが心にかかって、出社をしていても、それとなく独身の社員を探すようになる。木村康夫といって、本年28歳、商業での俸給60円、会計課勤務の男と、もう一人、長年この社の小遣いをしている、 安藤九七という四十男。千年女房に死なれたので、その後釜を欲しがっているという。横尾氏はこの二人を候補者に内定しておいて、万端はその子へ任せてしまった。今日も電話口へ呼び出された老婦人は、その子に返事を強いられて、まだお父様へも、 よくご相談をしてみませんからね。明日にでもなったらはっきりした返事ができましょうから、と言いしぶった。その子の考えでは、若い木村康夫へ、おしもを嫁がせたいのである。老婦人にしても同じことだった。ただ、どういうわけか、唐沢氏がそれをしぶるのである。その夜、 いつものようにこたつでくつろいだ折に、老婦人は、その子から今日も電話がございましてね、と切り出した。勇敢を読みふけっている様子の唐沢氏は、ああ、と答えて慌ただしくページをめくった。新聞に顔が隠れていて見えないけれど、不況げな表情がよくわかるのである。 千夜のことがあってからの唐沢氏は、真正面に夫人と顔を合わせることを避けている様子で、こうして向かい合って座っていても、新聞を読むか、初見に時を過ごすか、目をつむって、ラジオの小唄などに聞き取れている場合が多い。そんな時の老婦人は、何か手持ち無沙汰で、いたたまれぬ気がした。 今も気のない返事に話の方をおられて困っていると。おしものことならそちらへ任せたはずだが。新聞から目を離さずに言った。それでもこのことだけはご相談申し上げませんと。夫人は木村康夫と安藤九七を持ち出した。そして文が違うだろうけれど、 木村がおしもをめとってくれるなら、こんな幸せなことはないと、自分の気持ちを静かに語った。新聞の囲いの中でそれを聞いていた唐沢氏は、ちょっと考えている模様だったが、木村はすぎる。安藤の方がよかろう。押しつけるような小値だった。でも、歳が大変に違いますし、 おしもが、それを言わせず、唐沢氏は、女中には小遣いがそうだろう。せわしく新聞を置いて、メガネを取りながら座を立った。他に訳があるにせよ、夫が安藤を押したのは意外なことであった。おしもへは、あれほど深い関わりを持っている夫が、たとえおしもを手放すことで、 不快な思いをしているにしても、これまでの情愛から木村へ世話をしてやるのが当然のことだと、夫人は思い込んでいたのだった。それが今の言葉である。男の横暴さ、無慈悲さ、冷淡さを、夫人はそこに見た気がして、寒々しい思いに閉じ込められるのだった。 唐沢氏が寝室に入った気配を聞き済ませて、夫人はおしもを呼んだ。この間の縁談のことだけれど、おしもは木村さんと安藤さんとどちらへ行きたい気なんだいも焼けでコロコロに膨れた手を膝の上で揉みながら聞いていたおしもは、ニコニコした顔を上げて即座に どちらでもよろしゅうございます。と答えた。まるで人ごとを相談されているようなのんきな顔である。そんな曖昧な返事では困るのだよ。本人のおしもが決めてくれないでは話がはかどらないからね。言いながら老婦人は今度だけは夫の言葉を弾いておしもの希望通りに話を運んでやりたいと 念じるのだった。どちらでもよろしいんでございますが、と、おしもは同じことを繰り返して、困ったらしくうつむいて方を書いたりしていたが、旦那様は何とおっしゃいましたんでございましょう。上目でこう尋ねた。旦那様のご意見でお前は動くおつもりかえい,い,いえ、ただ、 おしもは目を伏せた。唐沢氏の気持ちを侵略して、それで動こうとする様子がよくわかるのである。お嫁に行くのは旦那様ではなく、おしもなのだから、おしもが一人で決めて構わないのだよ。それを言いながら、老婦人はまぶたの熱くなるのを覚えた。唐沢氏に気兼ねをして、 おずおずといすくんでいるおしもが不憫だというよりは、おしもをそこによく無知の仕業が悲しまれた。その夜は話がまとまらず、数日を過ぎておしもの方から安藤のもとへ嫁がせてくれるようにと頼み込んできた。若い木村よりも四十男の安藤の方が手堅そうだからというのである。 唐沢氏からも聞かされたのであろうが、それがおしもの望みとして頼まれれば、拒むことのできない婦人の立場であった。早速にその子を呼んで、この胸を伝える。その子から安藤へ話を橋渡しして、やがて、当の安藤九七が、羽織袴に異議を正して、唐沢邸へお目見えにやってくる。 頭をくまさん狩りにしているのが気に入らないだけで、あとはなかなか見栄えのする色男だと、おしもも上機嫌である。老婦人の計らいで、修儀の支度が始まった。師走に入ってからは心もせくからと、その子も手伝って、毎日のようにおしもを連れては、デパートへ出かける。あまり粗末なことでは、 故郷から出てくる両親の恥になるだろうと心を使って、タンスに兄弟、寝具一切を取り揃えてやる。そんなせわしいある午後のこと、出入りの五福屋が染め上げてきた小菊模様の金車の羽織を、老婦人がおしもの肩へかけさせて見とれているところへ、唐沢氏が入ってきた。なんだ、それ。 おしものきるいか。たったなり眺めている。少し地味でしょうかしら。老婦人がうかがうように見上げると、唐沢氏は目をそらして、贅沢なものを、と不機嫌につぶやいて部屋を出て行った。ふ服屋が帰ると、老婦人は唐沢氏のいまへ呼ばれた。 女中不税に金車は過ぎている。身分を考えなさい。唐沢氏は決めつけるような口調で言った。金車と言ってもあれが一枚っきりですし、嫁に行くのにあまり。いや、わしはこの間からのお祭り騒ぎが気に入らんのだ。それに金もかけすぎている。言うて、 唐沢氏は庭の方へ目をやった。取りすがるすべのないよそよそしい様子である。老婦人は手をついて聞いていた姿勢をそのままじっと考えていった。やがて静かに顔を上げて夫を見た。どんなに様子借りを受けましても今度のことだけは 通させていただきます。言って、静かに座を立った。夫の非行を自分の落ち度に考える夫人は、おしもを怪我してしまったことの申し訳なさから、自分に許される精一杯の償いをしたいのだった。この夫人の気心を返さぬ唐沢氏は、 ただ一概にこの騒ぎがくだらぬものに思うのである。夫人やその子が自分ごとのようにおしもを世話しているのも不快なことだったし、何にも増して無駄なついえが気に入らないのだった。国から両親や親類の者のが出てきて、祝儀の当日になった。奥の座敷に金屏風を立てて、 仮の式場にあてた。高島田にその子の嫁入り衣装を仮にしたおしもは、嬉しさからすっかりのぼせてしまって、廊下のあたりや勝手元をうろうろ歩き回ったりした。逆月ごとの始まる前に、両親に伴われたおしもが、改めて主人夫婦のもとへ挨拶に出た。いろいろと、 お世話様になりまして。両親の辞儀をするのを見て、おしもも手をついて、ひとやかに神戸を垂れた。私どもこそ、お世話になりました。言うて、同婦人はそっと目を押さえた。顔を上げたおしもは、夫人のその涙に気がついて、ふいにわっと声を立てて泣いた。 化粧が落ちる。唐沢氏は苦笑をして席を外した。修儀が済むと若夫婦は小具の安藤の家へ引き上げた。唐沢氏は不機嫌な顔を誇張して疲れたを繰り返しすぐに寝室へ入った。茶の間に一人取り残された老婦人は 火鉢の灰をかきなれながら何かほっとした気分であった。重荷を下ろしたような気軽さである。けれど、これからの不機嫌な夫の表情を思い描いては心も楽しまないのである。唐沢氏は骨董いじりに終身するようになった。おしの去った後のこの四五日は、 奥の居間にこもりきって、床の間に据えた例の仏像を開かず眺めている。朝と午後に、新しく来た女中の大梅に茶を持たせてやるのだが、声をかけても気のつかない様子だという。毎日出社して帰宅することには変わりはないのだが、前のようには無駄口も聞かず、慶太郎が冗談を言いかけても、 うるさそうに手で払いのける格好をする。そして、前鏡にせかせかと今へ戻っていく後ろ姿には、いかにも老いがあらわに見えて、母子の者のは思わず目を見合わせるのだった。ある夜のこと、珍しく唐沢氏が骨董あさりに出かけた後で、慶太郎がニヤニヤ笑いながら茶の間へ入ってきた。 母に寄り添うて、こたつへ足を入れながら、お母さん、面白いもの見せてあげましょうか。言いながら、懐から一通の風書を取り出した。今朝出掛けに郵便受けを覗いてみたら、これが残ってたんですよ。いいですか僕、読みますよ。慶太郎は、花模様の便箋を開いて、気まじめな表情を作って、 読み始めた。お懐かしき旦那様。その後、お代わりもいらっしゃいませんでしょうか。明け暮れ、旦那様のお身の上を思っては、涙を流しております。あんなにお優しくご親切にしていただきましたことは、死んでも忘れられません。思い出しますたびに、胸がチクチク痛みます。 いつぞや買っていただきましたルビーの指輪も肌身から離しません。旦那様とはもうたびたび嫁にかかれませんから、この指輪を旦那様だと思って眺めています。この切なさ、どうかお察しくださいませ。主人は大変に私を可愛がってくださいますが、なんだか物足らなくてなりません。ああ、 旦那様のおそばにいたらどんなに幸せかしらとただただそればかり思われます。そのうちきっとお目にかかりに伺います。もし主人が一緒の時はどうか私の方ばかりをご覧になりませんように頼みます。主人は焼きもち焼きだと隣のおかみさんが教えてくださいました。おついでの時に 奥様へもよろしくおっしゃってくださいませ。旦那様の推しもより。読み終わって慶太郎はドタンと仰向けに寝転がって、母と恋を立てて笑った。つられて老婦人も笑いかけたが、その顔は笑いにならず、悲しげに目を伏せるのである。 お風呂のお支度ができました。障子の外からお梅が声をかけたので、慶太郎はよいしょっと起き直って部屋を出て行った。やがて放り出されたままの便線を手に取ろうとした老婦人の耳へ、湯殿の方からキャッキャと笑いこけるお梅の声が聞こえてきた。慶太郎にかまわれているらしい。 思わず老婦人は腰を浮かした。